徳幕は、キルギス北部のチュイ州にある都市である。2009年時点、の人口は約53,087人。首都ビシュケクからは東に約 60km、海抜は 816m である。2004年から2006年4月19日まで、徳幕は、チュイ州の州都として機能していた。徳幕のすぐ北には、チュイ川が流れ、カザフスタンとの国境がある。 特幕は1830年頃、高官土半国の北の前哨基地として建設された。30年後、特幕は砦を破壊した、ロシア人の手に落ちた。現代の街並みは1864年5月13日に、ロシア人のミハイル・チェルニャイフ大佐の手で建設された。現代においては、特幕の町には、市として、中州の畜行政機関が置かれている。町は、 中州の中市区に囲まれているが、特幕は中市区には入っていない。特幕は国内の都市の中でも比較的新しく設立された都市であるが、特幕は多くの中世の征服者によって派遣が争われてきた中市警国の半ばに位置する。西特欠の首都であった水野部の遺跡は特幕から南西に 8km の地点に位置する。クータデュグービリクの作者である。 ユースフ・ハース・ハー・ジブ・ベラサグ人はこの地域の出身であると言われている。特幕から約15キロメートル南方に進んだ地点には11世紀に建設されたブラナの塔があるが、古代の砦の跡は現代では大規模な土の塚が残っているのみである。ソグディアナの人々により設立され、後にはカラハンチョウの首都となったこともある。 この場所は古代のベラサ軍の都市の跡であると信じられている。古代の破壊士とバルバルの大規模赤列軍がそばにある。遺跡から出土したスキタイの出土品はサンクトペテルブルクトビシュケクの博物館に移送されている。特クのモスク2009年の調査によれば特クの人口は53,087人である。特クの人口のほとんどをキルギス人とロシア人が占める。 その他の民族集団としては、ドンガン人やウズベク人がいる。ガラス工場のインターグラス LLC が特幕に拠点を置いている。特幕の工場では1日に約2800トンの液体ガラスと600トンのガラスが生産されている。年間生産量は20万トンである。現在、ガラス生産の原料は主にロシアとカザフスタンから輸入している。ありがとうございます。